威圧感。びっくりしたでしょ、ハヤト君。リョウ君、お父さんが急に都合ついちゃって。驚くところそこじゃねえ。二人で来るって伝えてなかったもん。驚いちゃうよね。だからそこじゃなくて、母親があれでなんで父親までこれなんだ。なんだか泉君の考えてることが読めるぞ。いい味だ。茶の入れ方を覚えたようだな。ああ、それは泉君が入れたんです。甘くて美味しいでしょ。あった。悪い上に渋いわ。若そうか。それに俺の方がもっとうまく入れられる。もう亮ちゃん、何張り合ってるの。理不尽なり。ハヤトだったよな。まったく、あいつとふざけた約束しちまったさ。俺も男だ。二言はね。だがな、今日はお前がウイの婿に足る男か見させてもらうぜ。はあ、だから俺は結婚なんて承諾した覚えは。ガタガタ言うな。お前より上手い茶の入れ方を教えてやる。分かったら早く来い。この人も人の話を聞かない系か。ってことは、俺が会長の婿に足らない男だと証明すれば、この婚約も解消される。そうすればこのままごともようやく終わる。はい。ね、お隣の先生に同棲がバレちゃった。ごめんね、お父さんが話をややこしくしちゃって。さっきの先生はそういうことか。わかりました。泉くん、この声がため息ついてんじゃねえぞ。ウイが気に病むだろうが。夕飯の買い物さっさと済ますぞ。その泉くん。なんですか。父がすまない。海外では日本人は幼く見られがちだから、仕事もプライベートも毅然とした対応を心がけていると。別に気にしてませんよ。それに本当は泉くんがそこまで私みたいに気持ち的に盛り上がってるわけじゃないのは分かってる。でも小さい頃からその泉くんのお嫁さんになるって決めてたから、私待つから。泉くんが私の気持ちに追いつくまでずっと待ってるから。